はい、皆さんおはようございます。足尾寺です。今日はですね、ちょっと小ネタということで、博多駅に来ております。で、博多駅の、ここカフェがある、ここ3階ですかね、3階の、コンコースがあるんですけれども、そこからですね、新幹線に乗ることができるんです。それがそこの後ろのラッチになります。でですね、ちょっとこのルートがですね、ちょっと不合理なもんですから、ちょっとご紹介しに来ました。はい、今からこの入場券で入っていきたいと思います。はい、ここのフロアはですね、博多駅のホームから直接上がってきて、こちら阪急の方に、そのままつながっている、フロアなんですね。で、ここにですね、ちょっとした、展望スペース、カフェスペースというのがあります。で、ここで私よく、お茶飲んでます。でですね、ここからですね、新幹線の乗り場にそのまま行ける新幹線3階連絡改札口というのがあります。はい、ご注意、こちらは山陽新幹線、九州新幹線の乗り換え口ですとあります。で、ここからですね、そのまま新幹線の乗り場まで行けますので、ちょっと行ってみましょう。はい、はい、まずですね、こちらエスカレーター登ります。で、この壁の向こう側がですね、新幹線の乗り場になってます。ちょっと見てみましょうかね。見えませんね。で、これが新幹線の乗り場につながるエスカレーターです。そしてこのエスカレーターを降りていくんですが、ここまで来ると長いなと思いますね。でですね、ここです。はい、九州新幹線の乗り場、こちらがですね、12番ですね。こちらが11番、ここでそのままホームに行ければいいんですが、ホームに行けないんですね、これ。はい、一旦 JR 西日本の新幹線コンコースにおります。はい、こちらですね、新幹線のコンコースになります。それからさらにこちら11番12番乗り場というエスカレーターを上がって乗り場に向かうというルートになってます。はい、こちらが11番線、11番乗り場、行き止まり線の方ですね。それからこちらが12番乗り場、今のぞみ22号が止まってます。はい、これがですね、先ほど、降りてきたエスカレーターです。はい、ここでここのホームに取り付いてくれればいいんですが、そのまま下まで下がってしまうという形になってます。はい、先日の熊本出張の時にですね、このルートを使ってホームに行こうとしたらですね、あらあら、ここ通り過ぎて下まで行ってしまったというので、なんでこんな設計になってるんだというふうにちょっと疑問に思ったところです。どうもですね、 JR 九州としてはここのホームはそのまんまここに最初はつける予定ではあったらしいんですね。で、ただ JR 西日本さんの方からどうも一回コンコースまで降りてくれということになって、このような設計になっているようです。
。多分コンコース内の商店に、お客さんを誘導するためなのかと思われます。はい、ということで、ちょっと不合理に思えたこのエスカレーターのルートでした。以上です。